会に使う道具をまずご紹介したいと思います。これ、メジャーですね。網戸のサイズを測る、これを測って、網を買いに行きましょう。で次にこれ千枚通し、これはね、先端が尖ったなんかドライバーとかがあれば別に買う必要はないんですけれども、 網押さえゴムを外すときにこの千枚通しというのは使います。マイナスドライバーでもいけますか？マイナスドライバーでもいけますね。次が、これがなければこいつがいないと始まんねえ、網戸、名前なんだ、ローラー、網戸ローラー、はい、こちらはねちょっと僕はあれなんですけども、まあちょっとあれなんですけど、ホームセンター行けば、まあ、同じタイプもあるし、こうやって両端にローラーがついてるタイプだったりとかっていうのはあります。これなんで2個あるかというと、網押さえゴムって、太さが、ね、結構ある何種類かあるんで、こっちが細い方、こっちが太い方に使います。あれって何ですか？思い浮かばないですね。あれってなんだろう、なんかちょっと高そう、こういう金属使ってるローラーもあればプラスチック製のローラーもあるので、自分に使いやすい形っていうのをねまず持ってみて確かめた方がいいかも。こうやってグッと押さえた時に持ちやすいとか重さとかもいろいろ出てくると思うので、それは自分の好みで使い分けてください。であとはこちらカッターですね。余った網を切ったりするのしたり、網押さえゴムを切ったりいろいろ使うんで、カッターは絶対ないと厳しいです。でカッターで何か切るときは基本的には常に尖った状態にしておくこと。ずっと使ってるとカッターの刃って先端丸くなってくるんですよ。なのでその時はパキッと折って新しい刃にしてあげましょう。